7人組ダンス&ボーカルグループ、B、ファーストの涼希と龍平が、10月28日放送のグループでナビゲーターを務める番組、Amazon Music Million Billion、J-Wave 毎週土曜17時に出演。11月1日から始まる全国アリーナツアー、B、ファーストアリーナツアー2023-2024メインストリームについて語った。B、ファースト、初アリーナツアーは、覚えることが格段に増えた。11月1日の公演を皮切りに始まる B、ファースト初のアリーナツアー。涼希は、始まるまでには割と怒涛な感じで練習だったりとか結構リハもありましたけど、怒涛に進んでいきましたよね、とツアー準備の忙しさを語り、龍平も、準備の段階から覚えることがやっぱり格段に増えた、と振り返った。また練習では、頭で考えたことと紐づけていく機会が増えたのだそうで、それもあってか、緊張はするだろうね、と話した二人。龍平は初日について、ファンが、見てる限りだと緊張してないように見せるように俺らは頑張るんだけど、本当だったらまあ緊張してる、と予想した。バル、涼希&龍平、アリーナツアー初日は緊張。余裕、龍平の話を受けて、涼希は、それを言っちゃうと、本番緊張しない風にせっかく見えたとしても、緊張してんだ、って、このラジオを聞いた人にはちょっとバレちゃう、と突っ込み。その後、二人で、余裕だよと言い合いつつ、結局はツアーも、緊張感もありながら、実際は、楽しい、が勝つ、と笑い合っていた。